そう、コメントがね、ちょっと見えなく、お。もう、守りたい。餃子のポーチさん、ありがとう。推ししかかた、すごい、何、なんかギフトがまた変わったんですね。そうだそうだそうだ、皆さん11月になりましたね。11月もよろしくお願いします。交換しかない。前からつびしゅうすぎるの。いや、なんかさ、やっぱ前さ、なんか結構濃ゆめにハロウィンでね、ハロウィンということで前回は結構濃ゆめにやったから、ほんとなんか物足りない。物足りないよ。神。神。あいみたん、やっほーやっほー、さえたん、やっほー。今日はいい推しの日？この前りんごちゃんや、そう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 、りんごちゃん部屋でした。この前はリンゴちゃんヘアでした。リップ濃いめ、そうそうそう、あ、そうそう、指原さんから、あの、そうそう、リリーミューの、そう、クリスマスコフレの、ね、リップをつけたんですけど、5番をつけたんですけど、濃いめ、濃い目の下も、あの、まあなんかすごい緑のクマちゃんペンライト、ありがとうございます。鈴木さん、そう、グリッターもねつけたんですけど、私これ濃ゆめだよね、いい感じ、どうだろう。サイちゃん、ありがとう、大好き大好き、くまちゃん大好き、くまちゃん、ありがとう。嬉しい、ありがとうね。ドライブどうだったん、神。クリスマスっぽい。そう、口ね、結構5番はね、結構赤めな色で、赤め、こういう目、なんか暗い感じの、可愛いですよね。とは今あんまりね、普段はね、いつもね、リップはあんまり、濃いめなのはあんまりならないのでね、今日は挑戦してみました。アイミンとお参りしたい、お参りしたい。でもね、あのね、3番、あ、3番も塗ったりしたのね。そう、あの、5色いただいたんですけど、全部ねチャレンジしたいと思いますよ。だいぶ楽しかった。素敵で寝てた。いいね、寝てた。そのぐらいに安心してたってことだよね。確かに結構ちょっと濃いめかな。発色がすごいいい。なんかティントだから、水とか飲んでもね、全然リップがつかない。すいません。ほっぺのね、チークもちょっとね、今日は濃いめにつけました。唇が確かにくっきり見えるかも。
いくしゃみやばすぎて待って、なんかくしゃみとかさ本当にすいません汚いものを。涙袋って今日も杉原さんのグリッター使う、そうそうそう使ってます、使ってます、キラキラーってなんかもう一回つけるとなんかもう取れないね。やっぱこうキラキラさせたくなる、可愛いよねキラキラさせたら、ライブとかすごい良さそう。可愛いです、嬉しいです。ギャル写真めっちゃ伸びてたね、そうそうそう結構たくさんいいねをありがとうございます。いつもより全然ねついてた。ティロさん大好きありがとう、大好きじゃないよ間違えた、 I love you ありがとうございます。まあでもあれはねあのギャル、ほんとギャルまでは全然いかない、あのもっともっとねそうそうできたんだけど、久々の濃いメイクだったので濃くもないな、でもなんか涙ん涙袋じゃないな、涙まつげつけまつげとかをしてなかったんだけど言えなかったからさ、あんなんでねギャルとか言ったら本物のギャルさんに怒られちゃうよ。なんかちょっと濃いな化粧。今日はなんか濃いね発色が。研修で疲れた、お疲れ様、みんなもお疲れ様です、紅茶レモンさん、アイラブユー紅茶ありがとう。ありがとう。アイラブユー。ご別冊かと私が当たった。おめでとう。あとちょっとだよね、あと、まあ、1週間もあるけど結構だんだん個別撮影会と私が近づいてきてワクワクしてます。楽しみ、今日ニットかわいい、ニットもそう、あったかい、けんなん空気乾燥してる今日も、こんばんは、こんばんは、鬼ポーズ
鬼ポーズこれで合ってるかな。鬼手渡しなのかな、それな、手渡しっぽいよね。じさねちゃんの楽しみ、緊張する緊張する緊張する、確かにいつも結構オンラインとか、そうそう、でもだいぶそういうなんか直接会えるイベントがねできてきて嬉しいよね。ワク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 、ポーズとか決めとこ。今日こんなのブログ上がって次は3日で、そうっぽいねっぽいねっぽいね、ドキドキ。ブログね、本当に今日こんなだったんだ。どういうペースで上がっていくんだろう、ブログって更新どういうペースで更新されるんだろうか。わん、サイタンわんありがとう。なんだこれ、人を待って、ちょうどね、人間、これなんて書いてある、これなんて書いてあるんだろう、人知か、人知を超えた尊さ、わん人知難しい、これ何、読めない、本人が読めてない人知、人知って何、人知を、人知を超えた尊さ難しいよねこれ、人知って何、調べよう、人知、人知、人の枠を超えた的な、人の枠を超えた的な、人知人間の知恵、人知、人知とは、人知とは人間の知恵、知能を超えた人知人知ってすごい。今日はいい推しの日だから、今日だよね、いい推しの日って。人間の知恵の中で限界点を超えた時にみんな頭いい、それな、みんな頭いい、すごい、人知、人知、なるほど人知を超えた尊さ、1104だから兄弟、そうだよね、いい推しの日ありがとうさえた人知、人知って初めてで聞いたかもしれない、普通使うもの、人知普通に使うんだ、そっか、そっか、推しを、推し尊いっていう日か、今日はありがとうございます初めて聞いた、無理無理、勉強になりました、ありがとう人知、人知ね、なるほど どんな、そんな意味はね、本当にその尊いとか言われる、言ってもらえるような人間じゃないから、すぐに調べるの偉い、そう、調べないとね、ね、
そこでね、分かんないままね、また人生過ごしたら大変なことよね。学んでいこう、いろいろ学んでいこう。私の試合みたいが一番です、ナンバーワン、ありがとう、一番嬉しい、一番ね、本当ね、まだまだね、やっぱ世の中ね、知らないことがまだまだあるから、みんな教えてね。そう、本当ね、知らないことが多すぎてね、やばい、人の会話についていけない時がある。やっぱ勉強しよう、勉強、日々勉強だね。やっぱあんまね、なんか人と会話というかするのが得意じゃないからさ、なんか一対一とかで話すとかだったらいいんだけど、なんか大勢で話すのが結構得意じゃなくて、なんか萌香とかとよく話すけど、ほんと萌香は言葉をたくさん知っててね、え、なになにってなるよく。お仕事行ってきます、今日も一番好き、お仕事頑張って、ラブユー、さえたん、ラブユー、ファイティン。そう、大勢になるとね、なんかね、すごいなんかみんなの目がこっちに向いてる気がして怖くなる。怖くなんない、なんか自分の何、発言が大丈夫かな、おかしいかなとか思っちゃうよね。クラスで端っこにいたの、ね、結構ね、でも端っこだったかも、端っこだったかもしれない。全然なんかギャハギャハっていうグループには全然いなかった なんか一人のこととか、一人のことずっと一緒にいる感じとか、本当に一人に、一人だったり、ソロですね、基本ソロかもしれない。言いたいこと言えなさすぎて最近落ち込んでる。あー、でもまあね、なんかそれをその言いたいことって、まあ言った方がいいのかな、でも言そうだね、言った方がいいのかな、でも誰かが傷つくとかだったら言わない方が良かったりもするよね。最近だとよく喋ってる、そうなんかたくさん大勢にいたらさ、みんながこうあはわはわはわは言うじゃん、そういう中に入っていくのが苦手、タイミング、自分の喋るタイミングを逃しがち。難しいよね、トークって難しい。わかりみ？マジっすか？みんな仲間じゃん。でもやっぱね、まあ普通に喋り、お話人とできるようになりたいよね。そうだね。はじめまして。初見さん、はじめまして。笑いのツボも一つは違うもんね。そうだね、笑いのツボが合うか合わないかでだいぶ変わるよね。わかる。そうなんか、趣味とかね、考えてることとか好
きなものが一緒に。確かこのテーテーってなんだろう。テーテーっていうギフトなんだろう。テーテー、テーテーってなんだ。テーテー、てて趣味、趣味はですね、趣味は謎の生成ギフト。そう、謎ててててはとっといに、あ、そうなんだ。ててとっといっていうこと、とっといててって、その使ってる人見たことないかも。てて面白すぎる。みんな使う？てーてーって、てー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 、え、どこかな。てーてーってなんだろう。使いません、初耳。ベイビーは使う。ベイビーは使うね。てててて、てて、趣味、趣味、趣味はね、なんか映画を見ることとか音楽聴くことなんだけど、そう、あ、今アマプラに入ってるんだけどさ、最近あのアナベルの誕生だっけなっていうアナベルシリーズのね、アナベルの誕生っていう映画が見れるようになってて、わー行きましたね。昨日見た。なんか最近ちょっとアマプラ全然見れてなくて、見たいなと思ってて、そしたら追加された映画っていうのにアナベルのやつがあって、見たことない。アナベルのシリーズほとんど見てるんだけど、それを見たことがなくて、アナベルの誕生ってやつだっけを見れてよかった。怖かった。そう、ホラー映画、アナベルは。ホラーが好きなの、すごい。全然ね、あ、アイリちゃん、アイラブユー、ありがとう。ホラー好きだけど、もうね、ほんと音量を一番結構小さくしないと。なんかホラー映画ってさ、もう音が大きくない？常に。で、めっちゃ驚かしに来るから怖いよね。音量めっちゃちっちゃくして見てます。お化け屋敷はね、すごい苦手。なんか怖い。映画とかはさ、わ、怖いと思ったらさ、いつでもさ、一時停止とかさ、止めれたりするけど、お化け屋敷はもう進まなきゃいけないやん。あれが怖いね。ビビらせに来るぞ。ていてい。ていてい。いきなりドーンとくの苦手。わかる、わかる、わかる。人間が一番怖い。それはそうだよね、人間が一番怖いよ。それはそう。マプラ宇宙物も豊富です。いろいろあるよね、いろいろあるよね、本当に。TT なんかまたちょっと咳出るんだけど、乾燥してるね、乾燥してる。やっぱ咳はね、あれって言ってた、あの歌唱レッスン、この前やったんだけど、
歌唱レッスン、歌唱の先生がなんかそのコロナの後遺症の咳は3ヶ月は見といた方がいいらしいみたいな。ひょえねえ、もうびっくり。3ヶ月って長くない？でも今1ヶ月ぐらい経ってるよね。長引く、多分癖になっちゃってるんだろうな。長長い、そんなに、そうそうそう、結構長い。ひょいーんひょいーんひょいーん。そうそう、もうね、こんなにね、やっぱ長引くとは思ってなかった。ひどいよね、後遺症がひどい、コロナは。まあでも大丈夫ですよ、コロナ出て、コロナ咳出てても気にせない、気にしないでね。特別公演頑張って、みんなで頑張ってるよ。タコさんありがとう。タコ、咳以外は大丈夫。そうそう、大丈夫。うちらは大丈夫よ。うちらっていける、うちらうちら、ラブラブ、高井隆さんありがとうございます。ラブ LOVE ラブユー。うちらって響きが若い、若い、いいよね。うちらって言ってこう。うちら。マブ、マブ立ち。マブ立ち。うちら、ずっともだよ。ずっともだよ。アイミルブアバターももらえ、アバターもらえない、アバターってどういうの？アバター？うちらアイミ大好き、かわいい、うちら嬉しい、嬉しみ。この前のサンリオの、あー、サンリオのやつ、え、もらえないよね、多分。あれって何が、あれって何がどうしたら、アバター、アバターわかる、アバターわかる、アバターわかるんだけど、もらってる子いるの？サンリオはクリアしてないか、やっぱクリアしてないよね。てかイベントにまずあいみは参加そうしたかったんだけど、なんかその時はみんなまだコロナなってない時や、コロナなってなくて、あいみはね本当に特別公演のダンスのこととか立ち位置のこととかをやらないとやばいと思ってたから、でイベントには参加したいけど参加できませんみたいな感じで言ってコロナにかかったって感じだったよね。そう、イベント期間にコロナになったコロナになった、そうなんですよ、そうなんです。責任感強い、いやね、やっぱね、ダンスを本当に覚える、振り覚えが早い子と振り覚えが遅い子の、なんだろう、なんか全然その時間の使い方って変わると思う。やっぱ早い子はね、一回やったらもう踊れるらしい。
羨ましいよね。脳の作りが多分もう違うんだと思う、普通の人とは。言ってたわ。大変。踊れたら楽しいんだけどね。ニットの色落ち着いてて好き。落ち着いてる。グレー。メモとか取るタイプ、取る取る、本当にね。今も取ってるよ、あの特別公演の自分の歌割りとか全部書かないと意味できないから、とか立ち位置の番号なんか暗号のように書いてます。なあラブ、おじゅおじゅちゃんありがとう、ラブとか立ち位置歌わり流れを書いてる。もうほんとね、イコノイジョイフェスの時はもうノートがぎっしりなってた、そのメモで。あみちゃんこんばんは、いにちゃんこんばんは、なお細かく書いてた。書いてた書いてた。それをしないのとするのでやっぱ全然違う。やっぱね、全然ね、頭に入る。なんかイコノイジョイの時はね、あのステージの全体図を何枚も何十枚もコピーしてきて、自分がこの歌の時こことか言って印をつけてやってましたね。他には大きいから、そう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 、であれがね、やっぱニアジョイとして初のステージだったんだから、だったからね。そうそう、でもまあだからあんまり大きな失敗はそういかないジョイフェスではしなかったけど、このイチョイ沼を歌ってる時に感想でね、真ん中のセンターステージっていう真ん中のステージにみんななんか集まってきて、なんか一発なんかこう一発芸みたいなするところがあったんですけど、そういうコーナーがあったんだけど、その時なんか一瞬あみどこだっけ、どこのグループに行くっけってなってたら、なんかもうほんと誰かがなんか背中をファッと押してくれたの。それは未だにどなたかわかんないんだけど、ファッて誰かが押してくれて、神の手がファッと押してくれて、うまくいきました。優しい優しいね。そんなこともありました。妖精さん妖精さん、そんな、そうそう、きっとアリスで、アリスなわけないよ。昨日アリスに会いましたよ。アリスなんかかわいい、面白い。アリスこそ妖精さんみたいだよね。昨日アリスはね、なんかピノを食べてた。あやほくさん、アイラブユーくまちゃん、ありがとう。ありがとうございます。
アリスのコラボ配信いつですか。コラボ配信も誰もやってなくない。なんかもう流行り終わったみたいな感じだよね。ジローさんありがとうございます。クマちゃんありがくまありがとうございます。いつもピノ食べてる。確かに食べてるかも。いつも確かにピノ好きなのか。流行り終わったのわかんない。なんかみんなしてたよね。キラ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 ー、ありがとうございます。レインボー星様うちらの流行り終わるの早い。流行りとはそういうもんだよね。終わるの早い。 TikTok とかもうすぐ終わるじゃん。なんか音源ね、この前流行ってたのにもう違うのが使われてるっていうのがあるじゃん。気づいたら変わったよね。それのここのさマイクマークってえ押せない？押せないんだけど。早く入場ライブみたいなね。ライブしたいよね。ライブ楽しいよね。顔効果のブーム去ってもやってる気めそう。もうあいみはずっと基本飽きないからさ、あんまりミュート、そうミュートにやっぱ押してもならない、ね、どうなってる、ならない。ライブしたい、ライブしたい。それが やっぱアイドルはライブだよね。わかるわかる。守りたいこの笑顔ありがとうございます。トマトさんありがとう。押しわさい決まったら押しわさい、押しわさいサイリウム決まってるよ。決まってるよ。あいみは紫です。なんだっけ、濃い紫だっけな。君がいい、君がいい。時期な自分今さらログインする、る学校に君がいて何を話すか思いつかない、だけど会いたい。さんの色が最近踊ってないからやばい、忘れてるわ。やっとわかった答えは一つ、青春はサブリミナル。ここむずい。青春はサブリミナル。むずでもさ、なんかさペンライト、ペンライトカラーをなんかツイッターで言ってる子とかまだいないよね。私は何々ですみたいな。
ミクラブさんで青春サブリミナルが一番好き。いや本当に、でも本当王道だよね、なんか王道ソング、王道ソングか、マカルでも好き、あいみも好きです。まあなんとなく決まってるだけやん。あ、そうなの。確定かと思ってるんだけど。サリチロー、ヘイナン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 。フラチンもう心配なんだよ、フラチンそうらないな。君に教えてほしい。フラジールってまだ披露してないよね。お、おにゃんちゃんにゃ、そうそう、寂しいな。かわいいよね、かわいい。イエイイエイ。2本目の色もなんか、2本目の色ってさ、あれかな、自分で決めていい感じなのか。あ、ギャップちゃんありがとうございます。アイラビュー、くまちゃんありがとうございます。アリスがギャルアイミン好きって言ってた、本当に。昨日もね、アイミのツイートを開いて、そのギャル画像を見せてきて、可愛いって言ってくれました。でもアリスもメイドめっちゃ可愛かった、可愛い。チンチンチクチンチンチンチクチンチンチンチクチンチンチクチン。まあ、たくまさんハートたくさんありがとうございます。ハート、たくさん。葵のメイドも可愛かったよね。髪伸びた、髪ね、もっともっと伸ばしたい、もっともっと伸ばしたいんですよ。ななこちゃんありがとう、 I love you。 ありがとう。やっほーやっほーやっほー、かわいい、ありがとう。そう、もっとね、伸ばしてね、巻きたいって感じですね。なんかね、やっぱ巻くと、まあ長くね、ストレートだから感じるかもしれないけど、巻くと結構短くなっちゃうから、結構長さって必要だなって思います。ふう
守りたいこの笑顔ありがとう守りたい。こんばんみちゃんですこんばんみちゃんです確かになんか今日すごいパキッとしてるかもしれないメイク。ショートはね本当に萌歌とかさレノンとかすごいアリスもだけど似合うやっぱもう顔面が強いからさやっぱあゆみがするともうなんかあゆみすっごいなんか塩顔というかなんかもう顔がね薄いのねだから物足りないってなると思うやっぱ顔の濃さがね派手な方がちょっとボブ似合うよね。あいみはやったあのハロウィンの日のあのメイクをしてみんなの顔の濃さに近づくんだよねやっとかいって感じなんだけどそうなんかね本当に顔がなんか薄い塩顔を超えてもっと薄いんだよね。急に顔赤くなった。いや去年なんかチーク塗ってねリップをこう塗ってあの余ったリップをこうやってつけたから多分顔が赤いんだと思う。そろそろギャル解禁してねそれな。もう半年経ったからねだいぶ経ったよね。余ったやつそうそうあみは顔がね本当にもうなんか薄いからメイクでめっちゃ変わるんだよね。マジで自分でもびっくりするぐらい顔変わるからさ。わくまちゃんくまちゃんペナイトありがとうななこちゃん。くまちゃんペンライトで合ってるよね。キラキラキラリュウさんありがとうございます。濃すぎても困るでそりゃそう。くまちゃんペンネットかわいい。それな。かわいい。わミラーボール、ありがとうございます。謎ダンス。キラキラ。謎ダンス。テー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 超孤独ライアンの振り激しい。君が心がキャンセル
こんなに思ってるのに意地悪を気にしないで振り向いて、ちょっと私の話を聞いて、届いて I love you、 あ、届いて love you 好きだよね。ニュージョイ好きだよね。大好きだよ。だけめぐさかわいいし、かわいいよね。何時までするのか決めてないんですよ。ノープランです。ひーちゃんは本当にね、大丈夫、でもおとなしい方かも。ずっとね泣くんだよね、お家に入れてたら。キーちゃんなのか、キーちゃん細か、キーちゃん、キーちゃん、キーちゃん今日も激しかった。でも可愛いんですよキーちゃん本当に。さっきもね自撮りしてたらね、あゆみのスマホのね上の方に乗ってくるんだよね。すごい映り込んできましたよ。いつかブログとかで載せたい。かわいいよキーちゃん、もうね映り込んでくるの、自撮りしてたら。もう画面が真っ黄色になったもん。パシャッと撮れたのが真っ黄色。キーちゃんって黄色いんですよ毛が。ブログ、そうだね、次、今回のブログはもう出しちゃってるから載せれないけど、次のブログとか、次のブログとかで出せたら出したい。キーちゃんは有料コンテンツ、そう、有料コンテンツで。いや、ブログはなんかそういうのがいいよね。肩に乗せて、そう肩にねよく乗ってるんだけど、あゆみがその時すっぴんだからさ、なんか写真を撮ってもやばいってなるからね。あんたは偉い。あんたは偉い。再びどんなとこが偉いんだろう。ありがとう。プライベート感ある内容は嬉しい。それな。キンちゃん。可愛いですね。片付け写真には切り取ってトリミングして。まあキーちゃんはね餌食べてる。まあリネチラブありがとう。グッイン。ラブユー。ユー。
ヘルンさん、レインボーハットレインボースターありがとうございます。ニットに引っかかる、キイちゃんね、ニット引っかかる、引っかかる足が引っかかってかわいそうなことになる、なるなる。ここ取っとこ、ここ取っとこ、取っとこ、よく走ってますよ。トシタコさんありがとう。お疲れ様です、お疲れ様です間に合った、やっほー、やはりこんにちは、届いて キーちゃんっていうのは小鳥さんです、ペット。こんばんは、こんばんは、こんばんは。なんか歌なんかある？気づかないふりしてチチチル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 、パンダ来てない、来てない、もうパンダはね終わったなんかまだパンダの人いるんだけど、ウケる。渡辺さんパンダじゃない、まだ。パンダね、みんなでね前待ったよね前回、けどさみんなのアバター見るのおもろい、楽しいな。来なかったねパンダちゃんは。キーちゃんドラマみたいな音ですね。そうだね、今ボールで遊んでるからね。ドゥル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 、古い校舎だんだん知ってる、さあどうに出てため息、ある風は吸い込む、この花が好きだと教えてくれた、恋愛の愛を吹く時だった、チャ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 ダンスいてく、大リリほんまにそれな、ほんまにめっちゃいい曲。いつかニアジョイもそういう何王道ソング来るかな。会えなくなるんだね最後の教室で、揺れるカーテンと抑え込み、うんうん、ほんまにおおどいいよね、おおど、ほんと僕らの性格クリスマス、特別な日なのにごめん待たせちゃって、
紙を持って広げてみせて、なんか汚いなんか汚くない、毎回 MV あるのすごい。それな、そうカップリングもう本当にありがたいし、まだ半年、まあもう半年だけど、まだ半年しか経ってないのに、そうやって3曲もそう MV、 普通さカップリングってあんまないじゃないですか、 MV 作らないじゃないですかね、えありがたい。ね、3曲も、ありがたい。テレテレレテレレレテレね。ワンツーティーフォーファイシックイヤジョイ。これからもっと楽しみです、楽しみです、本当に楽しみです。これが好きなんでしょう初めまして。ラブ。のいみさんのタイプ C を訳した、ありがとうございます。阿部さんこんばんは、こんばんは。アイミンラブ、ラブ、たくさんのラブを届けます。 I love you ななこちゃんありがとう、 I love you ラブありがとうございます。ラブラブ、ゴーチャレモンさんは I love you たくさんありがとうラブ絵文字で投げてる人いる、その投げるやつおもろいよね。絵文字？顔文字か、顔文字だ、顔文字おもろいよね、顔文字楽しい。AKB の曲何が一番好き？一番とかないけど、ねえ、でも重力シンパシーとか、
君と僕の関係とか好きかな。たくさん本当にいい歌がありすぎて選べない選べない。君に注力しんぶし確かに今僕がなんだっけ、ルルルルルル、初日いいね、初日もいいね。言い訳メイビー、言い訳メイビーは本当にイントロがえぐい。ジクジューン、ジクジューン、スパン。あれが本当に来たって感じだよね。神。神神ありがとう。サンダルじゃできない声、なんか昔はなんか握手会でずっとなんかかかってた気がする。サンダルじゃできない声、うん、くるみを割ったらがたいかな、その中に消えたの女神。いいよね、かわいい。結婚して。ありがとう。デビステマンたちいいね。みんなは何が好きですか？アイドルソング。うん、ジョコ、嬉しい。超孤独だよ。どいて。ドラ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 そこにありイコールし届いて。この前焼き鳥。タイミン好きすぎて、あー、あの写真ね、一緒に焼き鳥食べて行きたいね。美味しいよね。美味しかったです。希望的リフレインめっちゃいい。王道ですね。不思議なことがある、好きすぎて好きすぎて好きすぎて、もう僕は君が見えてない。渡辺さん神ありがとう。神神神。
セヨンさん、タクありがとうございます。みんなは今日何してた？何してました？お仕事してました。お疲れお疲れお疲れ様。みんな何のお仕事してるの？気になる。学校、学校お疲れ様。待て、残業する。またかいまたかい。この配信を楽しみに仕事してた。わあ、本当にもうさ、ありがとう。うん。咳がまだちょっと出ちゃう。いいお仕事なの？いいなので、ああいい推しの、頑張ってください頑張ってください。明日から修学旅行。わあ、どこ行くの？修学旅行いいね。修学旅行どこ行くんだろう。バイバイのサラリーマンです。いいね、サラリーマンかっこいいよ。今日は寝てました。いいね、ゆっくりとね、休むのも大事。化学薬品作って、おお、すごい科学者かっこいい。11月なのに沖縄行きますあーでもどうだろう、ちょうどいいのかな。沖縄暑いよね。でも今の気温ならちょうどいいかもね。意外に寒い、寒いかも。兄ちゃんなりたいですお仕事を大切にしてます。すごい、お仕事、お仕事、みんな偉いよ。上から目線になっちゃうけど偉い、頑張ってくださいも。皆さんお疲れ様です。お疲れふふ、宝くじ当たらないかな。宝くじね、当たったら何、何に使う？生きてるだけで偉い。それはそう。アイドルじゃなかったら何したかった、うーん、なんだろう、何したかったっけなええー、ほんと、もしさ、ニア中のオーディション勝てなかったら何してんだろうそう考えると、なんだろうな、何してそう、逆に、逆に何してそうですかね。ギュビ、ファッション関係とか見て、ほんとね、ファッションのほんとセンスがないのでね、ほんとにダメなのよ。 AKB48 受けてさ、あーでもね、ほんとにね、もうね、年齢的にもう最後だと思って受けたんだよね、ニアジャイのオーディションは。銀行員いいね、かっこいい。あー超孤独ラインよ、衣装ね、銀行員っぽい確かなんか仕事してそうな。嫌い嫌いアイドル
焼きや。パン屋でパン売ってそう。なんかいろんな、みんなね、いろんな保育園の先生。社長秘書秘書さん、医者いいね。でも医療系とか結構興味ありますね。居酒屋、居酒屋、お花屋さん、お天気お姉さん、カーレーさんMV って真面目そうに見えた。真面目だと思うよ真面目ですよ。あー、大学生面白いね、いろいろ。ミントイルミネーション星になっとる。早くニャージュのイベント行きたい。わかる、イベントしたいよね。やっぱ夏はね、すごいたくさんライブとかあったからさ、楽しかったよね。充実してた。今も充実してますけど、でも12月とかさ、たくさんお話し会がありますね。れなち、I love you。 くまちゃん、ありがとう、ありがとう。最近ニャンジーの動画見て一番可愛かった。嬉しい。何の動画だろう。ジローさん、ありがとうございます。タコ、じゃあそそろスクショタイムしよっかな。それではスクショタイムしようかな。高速のやつ、猫耳、猫耳、指ハート指ハート、にゃんにゃん、にゃんにゃんにゃん、ライオンポーズ、ライオンポーズってなんだこれ。なぞちゃい、謎ちゃいな、謎ちゃいな、ズッキュン、あーと何があるかな、何があるかな、ほっぺポーズ、すごい顔になってた。ありがとうございます。
テーテーポーズ、テーテーポーズ、テーテー、なんかテーテーこういうイメージなんだけど、テーテーってすごいね。あ、うさ耳、うさ耳ね、ちょっと切れちゃうんだけど、今日目がすごいキリッとして、キリリしてる、本当なんかね、なんかなんだろうか、今日はアイラインかな、多分アイライン今日引いたからね、キリッとしてますね。今日お知らせとか、お知らせ待ってね、確認する、ね、お知らせはあと何かあったっけ。もういすね、あったかい、お、なんかん、今日ってさ4日だよね、なんかグッズが明日の8時半から新しいグッズがなんか生写真販売されるみたいだよ。なんかこれはあれだね、あのイコンのアイジョイで着た衣装、生写真でいい、そうそう、ぜひぜひ、ぜひぜひチェックしてください。なんか結構昔に撮った写真だから、なんか顔がなんかまた違うね。なんかね、その時はね前髪を分けちゃダメだったんだけど、今はねここを分けていいようになった。だから顔がなんか変わるよね、前髪で。水色の衣装も紫？紫系のピンクかな、紫っぽいね衣装、かわいい。でも水色の方がスカート短いね、かわいい。はい、グッズね、ぜひぜひ。あとなんかあったっけ、多分大丈夫だと思う大丈夫だと思うんだけど、あさって、あさってはお話し会ですね、イコールラブさんの方のお話し会、オンライン個別お話し会、来られる方は待ってます。お話たくさんしましょう。なんかちょっと久々なお話し会に感じる、楽しみ、楽しみです。いきます、やった、よろしくお願いします。じゃあ今日もね、たくさんね、ありがとうございます。そうですね、4部なので、あの時間はね16時30分から行くからね、待ってます。結構ねイコラブさんの方は遅めなので、ゆっくり余裕持って大丈夫だと思いますじゃあダンジャムね、13位タカヒロタカさんパチパチ、12位アイリスちゃんパチパチ、11位テルンちゃんパチパチ10位トシパチパチパチ、9位ラウトさんパチパチパチ、8位レナチパチパチパチ、7位渡辺さん、6位チームマンさんパチパチパチ、5位トメゾーさんパチパチパチ、4位ゆずきちさんパチ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 、3位ななこちゃんパチ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 、2位チロさんパチパチパチ、1位はドゥルルー紅茶レモンさんパチパチパチ、ありがとうございます
ありがとうございます。思い出した、なんか前のね配信でね、あゆみはね、あの配信ありがとうございましたって言って手でこうカメラを隠したんだけど、まあ最後まで見てくださってた方は分かったかな、なんか変な感じだったよね。びっくりした方がいたかもしれない。終わる時にねやってたね、わかる。なんかさ、ちょっとやばかったねあれはね。失敗なんかあれやばいよね、なんか今日はね隠したのもなかった。なんかびっくりは勝てなって感じでびっくりしてる方がコメ欄にいて、配信終わった後コメント見て笑ってました手で今日はこう隠すラブミサガンちゃんありがとう、お仕事でたぎりまでお疲れ、お仕事お疲れ今日もねたくさんコメントとギフトと本当にありがとうございましたね。11月もねみんなよろしくお願いします。おやすみくんない、キーちゃんがちょっとおしゃべりしだして、おしゃべりしだしてるけど、じゃあもうねそろそろ終わりたいと思います。バイバイ。いい推しの日でしたね、ありがとうねみんな、たくさんギフト楽しかったです。親ぼみいい夢見てね、お疲れ様です。親ぼみバイバイ。